アレクサンデル・ビュートネルは、オランダ・ドゥーティンヘム出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。本来の発音では、速音は入らないため、ビュートネルが適切。フィテッセのユースチームから2007から2008シーズンより、トップチームに昇格した。フィテッセでは、ハーフナーマイクや安田リとイとも共にプレーした。2012年8月21日。 マンチェスター・ユナイテッド FC と5年契約を締結。本人は、ユナイテッドへの移籍は僕の人生における、ハイライトの一つと語っている。2012年9月16日、2012から13、シーズンプレミアリーグ第4節対、ウィガンアスレティック FC 戦で、パトリス・エブラに代わって、スターティングメンバーで、プレミアリーグ初出場を飾り、その試合で、初得点。 初アシストを記録した。2014年6月28日、FC ディナモモスクワへの移籍が発表された。2017年1月16日、2年半の契約でフィテッセに復帰した。2019年11月1日、2020シーズンからニューイングランドレボリューションに加入することが発表された。ありがとうございます。